はい、ひとつきしみです今日はですね、佐藤さんとあ,のあまりにもですねひあの、ひどい政府のコロナ対策ということで、えー、話をしていきたいと思うんですが、あのー、感,染感染症の基本っていうのは検査と隔離っていうふうにずっと言ってきましたよね、でそれに関してですね、えー、橋下徹さんがですね、まあ、素晴らしい、えー、アホかっていうようなことを言いましてこれはちょっといくらなんでも指摘しとかなければだめだろうと。 あのいう状況ですで、えー、今日もね職業政治家小沢一郎書いた佐藤さんにそんな話を聞いていきたいなというふうに思っています。もう東京完全に医療崩壊です空いてるベッドはですねあの1 6,000ということなんですけども6,000はすでにコロナで用意して使ってますから自宅療養者が2万人いる状況ですよ。もう全部入れても無理こんな無策な状況を作ったの一体誰なんだと。 いうところも含めてですね佐藤さんと話をしたいんですがまあ官僚政治家いろんな人を取材し続けて40年そんな佐藤さんに聞いてみたいなと思います佐藤さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやもうなんか検査と隔離っていうのがね感染症の基本なんですよでそれで自宅療養なんてバカなことをやったせいでですね自宅療養者が1ヶ月で15倍とかに増えてしまって もうパンパンな状況になって、でこの無策は本当に追及しないと、国民の命が失われます、すね、本当に。その通りですね。うん、あのー、だからね、そのーまあ誰もが知っているね、うん、その事例からですね、ちょっと見てみたいと思うんですけども、はい、このタレントのね野々村誠さんね、はい、うん、これもね、野々村さんも。 うん、中等症というか重症というかね、うん、まあ相当重いと思うんですよね、なんかね、うん、テレビのですね、うん、まあ今日も「バイキングで、ね」でいろいろね、紹介されてましたけども、はいねえー、非常に大変な状態になっているということなんですよ。はいねでね、改めてね、この野々村さんがね、 入院した時にですね、はい、どういう状況だったのかというのがですね、うんあの、この前のバイキングでね、改めてはよく分かったんですよ。なるほど、ね。でね、これをですね、えー、っと、まあ、東京スポーツの方でね、比較的詳しくですね、はい、それ書いてあるんで、それを見てみたいと思うんですよ。はい。はい。あのー、コロナ入院。 野々村誠はレムデシビル投与で容体安定と、うんえー、それから医療現場の機能不全も訴えると,、はい、ということなんですよね。はい、でね、えーと、ちょっと読んでみると、ですね、えー、この後半部分なんですよね、はいえー、重要なのは、ですね、はい、ちょっと読んでみますと、えー、野々村は、えー、この現状、つまり自分の現状ですね、はいえー、そういうものを伝えたいという気持ちが強く。 司会の坂上忍にメールを託した、はい、坂上が代読する形で、えーまあ、こういったと、えー、酸素飽和度が90になって90%ですね、はい、90になって救急車を呼びました、うん、救急隊員の方を待ってる間に93に戻って着いた時に96に戻ってたただ救急隊員の方がいらっしゃった時にまこちゃんの姿を見て の姿を見てやばいって感じたんだろうなって、うん、ただ、その場にいない保健所の国が決めた基準入院マニュアルの指示しか聞くことができず、うん、何度も申し訳ないと言って戻っていかれたということなんですうん、うん、と読み上げたとうん、うん、ということなんですね。こ、はい、これれでででよよくわかるんですす、うんね、酸素フォーワードですねこれが あのー、90%になって救急車を呼んだんだけども、うん、救急隊員が来たら、えー、とりあえず93%に戻って、うん、で病院に着いた時にはあー96%に戻っていたと,、うん、うーということなんですねあつまり着いた時は救急隊員か救急隊員が着いた時に96%に戻っていたと、うんうん、まあ安心したのかもしれないですよねうん,うん、うんうん、でその時にこの救急隊員がですね 野々村さんの姿を見て、うん、やばいと感じたわけですよね。これは重症だと。やばい。うん、ね。ところが、その場にいない保健所の保健所がですね、国が決めた基準入院マニュアルの指示、はいえー、これで判断してしまった、判断したということなんですね、救急隊員が。それで何度も申し訳ないと言って戻っていった、うん、ということなんですよ。で、その、えー、マニュアルって一体何かというと、 これは酸素飽和度なんですよね。うん、つまり96%に,セントに戻ったんで、うん、これは95%以上になっちゃうということで、うん、これも入院できませんということになったんですよ。保健所のマニュアル、保健所の、ね、マニュアルによってですね、うん、そういう状態なんですよ。すこれは前に特ダネでお伝えしたように、うん、95%以下が入院と。うん、96%以上は あの自宅というね区分けになっているわけですよ、とりあえずね。で、そこのところでね、あの非常にまずいのは、ですねこの救急隊員の人がですねやっぱりあの経験で分かるわけですよ、要請。これはやべえと。もうずっと何人も何百人も見てるわけですから、やばい、この人は絶対連れていかないとだめだと、たぶんそういうような状況だったと思うんですよ。 この数字だけ95、95%、これだけで判断したということなんですよ。うんね、こここね一番問題なとこなとんですよ、うん、つまりどういうことかというと、あのー、例えば僕がお世話になっている神正弘さんね、うんえー、この人は医療ガバナンス研究所の理事長なんだけども、うん、臨床医でもあるわけですよね、はい、研究者でもあるわけですけども、うん、臨床医としての立場で言えば、 その患者を見てですね,ねその数値もいろいろ見るけどもまずその様子を見ると、うん、そしてあのー、人間としてですね、まあ、直感というかなあるわけですよ、うん、感じるところが、うんうん、あっこの人やばいな、うん、まずいなと,、うん、という時にあの数値もさる参考にしながらその入院の手続きをすると,、うん、ということなんですよ。うん、ねでこれもね同じなんですよね救急隊員がやばいと思ったと。ね でこれはね、医者に見せなきゃいけないんですよ。うん、医者に見せないと。うん、ところが、それをしないで自宅に戻っても戻っちゃったんですよ。ひどい話やこれはね、うん、非常にね、ひどいし、まずいんですよね。うん、これは野々村さんね、あのー、その後翌日に入院できたからよかったけども、うん、これもしね、もしかするとやばい、本当にやばいことになったかもしれないですよね、これね。うん、そういうことはね、あるんですよ。 だからこれもね、あのー、どうしてこうなっているかというと、ひとえにその保健所の問題なんですよね。うんうん、で、これ僕はこで僕はですねツイートしたんですよ、この,、うんうん、の記事を受けてですね、僕もこの「バイキング」見てましたから、ちょうどですねで、こういうツイートをしたんですよ、はいとね、読んでみるとね、えー、菅池栄議官の愚かな自宅放置政策の典型、ね、救急隊員はやばいと感じたが、 国保健所の、えー、酸素飽和度95%以下という足切り基準で搬送できなかったうんこういう事例はこれからたくさん出てくるし自宅犠牲者も増えるいやそうだよ、うん、そうさらに自宅を通じた感染者拡大も止まらないすが自認っていうねいやーそれはもう実際すでに、うん 毎日自宅療養先で亡くなったっていうニュースがね、うん、いやこれもう麻痺しちゃダメなことだと思うんですよ、だって、うん、あのそれは何万人とか都民1400万人のうちの一人かもしれないけども、そういう命が失われたっていうのと、自宅療養から感染が広がるんだって。その通りですよね、うん、その通りなんですよ。うん、だからねそのー この野々村さんのね、うん、あの奥さんはねあの、まあ、感染してないというね、うん、えことなんだけども、うん、これはねね非常にリスクが高いんんですよ、ね、うんうん、これ何度もね清水さんとの間で話し合いましたけど、うん、この家の中にねその今、あのデルタ株ですよ、うん、デルタ株患者が一人横たわっているという状態はですね、うんうん この空気感染ね、ね非常にねあの角度が高いんですよ、うんね。デルタ株っていうのはあの今までのコロナのウイルスに比べてですね、うん、ウイルス量はなんと1000倍持ってますから、はいね、で空気感染は、ね、相当ね、ね角度が高いんですよ。うん、ですのでその感染がも,うものすごく広がってるわけですよ。うんうん、でその人が 自宅に一組一人横たわっていると、うんね、そして、そのまあ咳をするたびにですね、うん、ウイルスが発散されるわけですよ、すね、部屋中に、うんうん。で、同じ屋根の下ですから、それがあらゆるところにですね行くわけですよ。ね、かつては1.8メートルが、あのー、ソーシャルディスタンスで、つばきの、ね、かからない、ねうん、距離と言われていたけども。うん もうすでに20メートル離れていたんですね、うん、このエアロゾル状態になったウイルスが空中を浮遊し続けるわけですよ、うん、3時間もの間、うん、で同じ部屋にいる家の中にいるこれはね大いにうつる可能性が高いいや問題問題題問題、うん、そしてまたあのー、家庭で N95 みたいなああいう医療用のね マスク持ってる家なんか、まずないですよ。いやまあそれはないよ、ねうん、そうすると、これはね、あのー、政府はですね、うん、菅自民党はね、あのー、今、自宅療養というふうにね、大きく舵を切ったわけですよ。うん、ねりつあるわけですよ。うん、もう実際、切ったと言っていいんだけども、うん、切ったわけですよ。うん、ということはですよ、これ、感染者をものに放ったわけですよ。うん、ね そしたら、これはね、看護する人、これ第一、うん、で、看護しない人も同じ空気を吸うわけですから、うん、ね、えー、これは、ね、非常にね、あのうつる可能性が高い、うんうん。3人家族、4人家族、5人家族、ね3倍、4倍、5倍になるわけですよ。いやー、それで実はですね、ちょっと怖い話があって。 あの佐藤さんにしたかなその今ちょっと仕事が忙しくて休んで平田さんにね間違い電話かかってきて話して私<あ>佐藤さんに、ね、聞きました,聞きましたねの保健所と間違えて電話かかってきたら今、うん、経過観察でどうのこうのって電話してる最中に熱が何度とか言ってる向こうで、うん、おいごお母さん飯とかおぎ,ゃおぎゃおぎゃって泣いてる赤ちゃんの声空気,気感染でもう一つ怖い話が追加されて私の友人が。 コロナにかかってしまって<ー>その友人から電話がかかってきてで非常に苦しいとで,でそれで今日も電話がかかってきたんですけど何を言われたかっていうと実はねとあの自分がコロナにかかって会社の人たちには話をしたんだけども会社以外の人たちで4日前とか3日前とか2日前に会ってた人たちがどうも体調が悪いんだとのどかぜっぽいとか。 そういうことをこう言われて、うん、でこの人たちにも連絡した方がいいのかなって言ったんですよ。うん、で、それはもうすぐに連絡するべきだと厚生労働省の,そのデータとかによるとウイルス発症あの要するに熱が出たっていう2日ぐらい前からもうウイルスを拡散してるという風なデータとかもありますから、うん、もうあの最低でも安全策を見て4日以内に会った人全員には連絡した方がいいっていうふうに言ったんですよね。でも、うん 多分ねなんで私に相談してきたかっていうと保健所に電話しても繋がらなかったんだと思うこれああ<ー>うんなるほどねもう電話繋がらないとなるほどで実際最初「パルスオキシメーターすら渡してくれなかった」って言ってましたからねでまああと自分みたいに苦しい思いをさせて結局自宅療養しかできないんだったら伝えるのって辛いじゃないですか これもしじあの国がきちんと隔離してくれて、しっかり保障してくれるんだったら、危ないよ、危ないよって連絡もできるけど、自宅療養に押し込まれるって考えたら、無理ですよね、これ。うん、だから、そういう意味でも感染はどんどん広げている原因になってると私は感じました、肌で。なるほど。うん、もうね、それをそれ本当、恐ろしい話ですね。怖い。そそしてでですすねねれを どんどん広げてしまおうというのが今の政府の政策なんですよ、はい、ね。ありえない。ありえないんですよ。うん、つまりね。あの隔離政策がまるでなってないんですよ。うん、隔離するということはね。あの言葉を書いて言えば保護するということなんですよ、うん、ね。つまり、その人をあの実際にですね。まず何ていうかな？看護するということなんですよ。うん 1で一つ言えばです、ね、今、抗体カクテルってあるじゃないですか、抗体カクテル療法っていうのがあって、これはね、異様に今、政府が力を入れて、うん、これはね、軽症者が重症になりにくくなると、うん、7割ぐらい防げるっていう、ね、数字があるんだけども、要するにですね、 この2種類の抗体、なんとかなんとかっていう名前がついてるんだけど、も名前なんかどうでもいいんで、その2種類の抗体をですねカクテルにして、ですねそしてこれをですね点滴という形で体内に入れようと、そうするとこの2種類の抗体が、ですねこのウイルスのね、なんとか説明したけど、このスパイクがあるんですよ、この細胞に取りかかるスパイクがですね。このスパイクに 抗体がくっついて、ですねこの動きを止めちゃうんですよ、で細胞に取り取りつかれないようにするんですよ、それが非常に効果あるんですよ、抗体カクテルというのはですね、これをね、まずやろうと、これは非常に有効である、トランプ大統領はね、コロナにかかりましたけども、トランプもこの抗体カクテル療法で回復できたんんですよそそううななんですよ。 で、えー、トランプの時はそのまだね、あの単純な、シンプルなあの最初のウイルスでしたので、そういうね、あのー、工夫はいらなかったんだけども、うんうん、今、デルタ株ですので、はい、この抗体カクテルのカクテルにいろいろ工夫してるんですよ。あそそううなんだそう変異株に応じて、これは工夫できるんですよ。うんうん、ですので、これはね、えー、結構おいいですね、療法なんですよ。うん だけども、問題はですね今さっき言ったようにこれはね点滴なんですよ。うん、点滴ということでまずね基本的には病院に入院していないとあのできないんですよ。うんまあ、点滴、ね、やった人は分かると思うんだけどもうん、うん、そういうあれがないとですねそこの看護師とか医者がいないととてもね注射んができませんから、うんまあ、自分で点滴やれる人なんていないだろうか、ね。まあ というねことがあるんですよ。うんうん、ということで、その今、政府が考えているのは、これをなんていうかな、病院で、えー、もちろんこうやって、人の広げたいと、うん、ねこれはね、えー、コロナにかかってから7日間、1週間があのなんていうかな、有効期限なんですよ、簡単にそうなんだ、うん。それから先は、ね、ほとんど効かないんですよ。じゃあ早くやらないとだめなんだ早く。早くやらなだめなんですよ。<ー> だからそういう意味でも自宅療養っていうのは丸切りダメなんですよ自宅療養にしたらもう7日なんかあっという間に過ぎちゃいますから確かにそ,うそしたらもうねいつ重症化するかわからないという状態になるんですよね。怖い、うん、でね、この抗体カクテル療法を有効に使うためには、うん、まず入院させる、うん、それからあ政府が考えているのは その療養施設ね、療養施設でもできるようにしようと。いうことで、あの菅さんとね、小池さんが。あの、二三日前に、あの視察に行きましたけど。そういうことはでき。ね、あのプリンス。あ、そうそうそう。あれですよね。そうそうそう。まあ、まあ、そこはいいホテルですから、あ、あれですけども。まあ、え、でもね、そういうできれば、それいいわけですよ。ね。だけども、今言ったように。 まず病院であるということそれから療養所といっても今言ったように品川プリンスホテルとかね今、非常に限られたホテルしかできないわけですよ。そううい問題があるんですよそしてまたそういうホテルでもなしにですね今、自宅療養に切り替えたわけでしょそうすると抗体カクテル療法なんか普通できないんですよ。 それはだって自宅で点滴してくださいとか無理やろ。ううん、うん、そうだからね、矛盾してるんですよ、うんうん、政府のやっていることは。ね矛盾してるんですよ。うん、それからね、今、政府がやろうとしているのは、うん、菅さんがやろうとしているのは、この酸素ステーションですよね、うん、酸素ステーション。はいつまり、自宅にいてですね、うん、まあ、酸素が足りなくなりますよね、当然ね、うん、あのー、酸素飽和度ですね。はい これが、ね、あのー、95%を切り、90%を切りということになると、うん、濃縮のですね、濃縮した酸素が必要になりますから、はい、でそれをそ,のその機械もですね、もう今はもうないんですよね。うん、ということで酸素ステーションをですね、作るということでこれはね、東京で言えばあの渋谷のです、ねあのー、子どもの城っていうのはあって ああるんですすよ、はい、ありますね旧国立児童館なんですけどね、あそこを活用して、130床を設けて、もうけてるんですね、うん、酸素投与しようと,、うん、ということで、これ、21日から始めるということなんですよ。うん、ねだけども、こんなんじゃ間に合わないんですよ、この130床を設けたってしかも130床で、24時間体制で、お医者さんが2人そう。 そのお医者さん、過労死するんじゃないのと思ったけど、やばすぎるでしょ、動画でも。やばい、やばいですね。やばいんだけども、要するにね、これじゃ足りないんだよ、全然足らない、全然足らない。基本的に、基本的にいって、さっきの抗体カクテル療法も足りない、酸素ステーションも足りない、ね要するにね、基本がなってないんですよ。基本はですよ。 何度もあのー、ね動画で言ってますけど、うん、これ強調してもしすぎることはないけど、うん、まずね病院に入院できることなんですよ。うんうん、それから第2の策としてあの療養所ですよ。うん、これは野戦病院型でもいいんですよ。うん、あるいは東京ドームにベッドを並べてもいいんですよ。海外ではみんなやってるんですよ。うん、それは、ね そうすると、あのテレビでねテレビテレビビレでも紹介されていますけど、うん、その全体を見通せることができるんで、うん、医者の数もね効率的にね少なくて済むんですよ、比較的そりゃあだって東京都に2万人散らばってるのと、うん、あの一箇所にここには5000人、東京ドームには5000人とかさ、<う>神宮前球場には何人とかっていうふうにやってるのが絶対いいよ。今ねとにかくねと 非常時なんですよね災害級と言ってるわけですから災害級の対応をしないといけないんですよ。で命を救うためには抗体カクテル療法とか酸素ステーションこれをね療養所に大々的に設置しないとだめなんですよ。それをねやらなきゃだめなんですよ野戦病院作って格好をつけてないでねやらなきゃいけないんですよ。 それをね、やらないでですよ、うん、自宅療養なんてね、もうこれね、全然真反対のことをね、やっているわけですよ。だって、そんなことやらずにきちんと検査と隔離をしていけば、うん、数は抑えられたよ。そう、うん、だからね、基本はね、検査と隔離なんですよ、うん、もうこれしかないんですよ。うん、でところがね、 あのー、このね、橋本徹っていうね、なんか得体の知れない人間がいて、この人、何やってる人がよくわかんないんだけど。<laughs> <laughs> えっと、一応、あのー、元弁護士、いや、今も弁護士なのかな <laughs>。なんかよくわかんないんだけど、うん、時々テレビながら見るんですけどね,まあね。結構ね、いろいろ発言されてる人ですね。そう発言してるんだけど、うん ちょっと聞いてるとね、必ずね、途中でね、とんちんかんになるんですよね。あれっていうふうにですね、ねこのプライムオンラインっていうね、番組に出てですね、これ、とんでもないことをね、言ってるんですよ。これね、はっきり言って、今、菅自民党政権がやっていることのですね、究極の姿を言ってるんですよ。 これでねよくわかるんですよ、その考え方が。うん、ねでね、肝心なところをちょっと、ね、読み上げてみますとね、はい、橋本さんがね、うん、いし喋ってること、うん 1>, ね、1年半前、えー、検査をやって、えー、症状者を見つけて隔離をするのが感染対策の基本だとして、感染症の専門家やその他いろんな有識者が、とにかく検査、検査で隔離するということを言っていた。うん、感染抑止ということを考えたとき、では、 無症状陽性者はこの抗原検査やるのかなんかね、この時点でも何から何までいろいろ突っ込みどころが満載で <laughs> あるんですけども、<laughs> はいまあ、要するにね、うん、もうちょっと先を読みますね、はいえー、検査の目的はきちんと明らかにしなければいけない、症状ある人が自分の治療を早く適切に受けるために検査をやることには賛成だ、うん、だけど、無症状陽性者を検査で見つけるなんていうのは不可能だ。 中国のように確か先日南京市で150人の感染者が出た途端に960万人の市民を一ずに検査やるわけだしかももう3巡目やっているらしい、うん、こんなことは日本ではできないだから無症状陽性者をあぶり出して感染を抑止する感染拡大を防止するということは検査では不可能だ、うん、あくまでも症状が出た人が適切に治療を受けるための検査だ ということをはっきりさせないと皆混乱する。ね、<laughs> お前の言葉に混乱だよって感じだ。うんまあ、要するにね、検査やるなっていう話なんですよ。まだこんなこと言ってんの早い話が。そう。早い話がね、検査はもう無理だと言ってるんですよ。要するに、<え>橋本さんのね、これをですね、 えっとあも,うもうちょっとね読んでみますね、そうするとより分かりやすいんですね、この最後の方に来るとね、こう言ってるんですよまださらに言ってるのか。感染症の専門家、政治行政の感覚と国民の感覚は違う、症状がないのに積極的に検査をやって陽性になることを求める人は少ない、うん、陽性になったら仕事が止まってしまうから。 だから無症状の場合にはできる限り陽性になりたくない。仮に調べたとしても陽性だということを言う人も少ないだろうし、無症状の人が僕も含めて定期的に検査やっているかといえば、検査やっていないから、やはり症状がある人が検査をやることが前提であり、えー、黒岩知事が言うように、えー、無症状の人まであぶり出すことは、検査では不可能だということをはっきり言わないと、 始終あ一部指揮者、一部コメンテーターはいまだに、検査しろ、検査しろと言っているから、っていうね、ちょっとこれさ、あの、うん、<laughs> 衝撃的なのが、私、黒岩知事の評価、すごい低かったんですけど、うん、その後に続いて黒岩さんが、私もその通りだと思う、<laughs> 無症状の人が検査をやろうとすると、全員やらなければいけなくなる。 みんなほとんど無症状なのだから自分で異変を感じた人がやるということそこに集中的にやるとか言ってるけどお前この考え方で神奈川県医療崩壊したんやんっていうそうだから、ね、何言ってるのこの人、うん、黒岩あ神奈川県知事と橋本さんね<う>橋本徹さん共通しているのは、はあ、検査はやるなということなんですよ要するに無症状者にはやるなと最悪やねうん その症状がある人はある人が自分を守るために検査をすると。それはいいと。だけども、あのー、感染拡大を防ぐため,にためにはやるなと言ってるんですよ。うん、要するにそれは不可能だと言ってるんですよ。<な>まずね、<laughs> 僕が言いたいのは、ね、それはね、努力しないと何だって不可能ですよ。例えばね。 韓国を見てほしいんですよ、うんね、韓国、うん、やっぱりね、努力したんですよ、うん、努力して、ね、ドライブスルーから何から、ものすごく去年やったじゃないですか、そしてかなり抑えたんですよ、うん、かなり抑えた、うんねで、結局ね、あれしかないんですよ、うん、で中国の中国の事例をね、橋本さん挙げてますけども、うん、ねそれは中国はね、それはもう、やるとなったら徹底してやりますよ。うん ね、そして、もうぴったりと抑えてるでしょ、うんね、つまりね、感染症対策の基本はそれしかないんですよ。はははい、はい、はいなんでしょうもう一個国、そういう国があります、はい。今日まさにニュースで、海外のニュース、私、読んでて思ったんですけど、はいえー、ニュージーランド、はい、ニュージーランドですね、なんと、半年ぶりに感染者が一人出たなるほど。 国内最大都市オークランド。で、それでどうしたか。オークランドは7日間ロックダウン。なるほどね。で、全土3日間ロックダウン。うん。いや、これで半年ぶりに一人出て、それまでは普通に過ごしてたんだよ、みんな。これじゃん。うん、これでいいじゃん。そう。ちゃんとやってるのやってるよ。趣味さんの言う通りなんですよ。うん、つまりね、ニュージーランドはね、理想なんですよ。うん つまり、中国のように強権的にね、うん、やるできる国もある、うんで。ニュージーランドのように、ね、政治と、おそれから国民の間の信頼に基づいてやる国もある。うん、それは信頼に基づいてやる方がね、うん、理想ですよね。でも、どっちにしても、ね、あの科学的に言ったら、もう手法はそれしかないんですよ。これはもう、なんていうかな、火を見るより明らかじゃないですか。うん、だってね、 橋本さんの言うように、ね無症状の人は検査しなくてほっといていいとなったら、いったいいつになったら感染は止むんですかといつまでたっても止まない、ね。永遠でしょ、これ。うん、永遠ですよ。ねそうなるとねどうなるかというと、ねウイルスはどんどん変異しますよ。うんうん、これね感染広がっているうちにどんどん変異しますよ。いやそら 変異がそうすると、うんうん、日本株がもう猛威を振るいますよ、うん、そして、えー、おそらくニュージーランドをはじめとして、ねうん、世界の国々は、まあ、普通に、ねえー、感染対策やりますから、うん、検査と隔離のね、うん、だんだん収まっていくでしょう、うん、日本だけ、ね、もう、ね、真っ赤になって猛威振るってますよ、そしたら日本から来る日本のね、あの日本人の,あの入国は絶対認めないですよ。 いやそんなことにてそうするとね経済で置いてけぼりだよ、うん、そう日本列島はもちろん経済もとんでもない話になるけども、うん、ねもう日本列島だけ地獄ですよ<や>あらゆる意味で、うん、橋本さんそんなことね <laughs> そんなことやれやれと言ってるんですよなんないやこれあの頭狂ってるうん私この人の意見見ててなんか2020年 3月ぐらいの知識だなっていう感じがしましそう、3月って2月ですよ、まあそれぐらいですよね、これ、もう1年半前、要するにコロナが騒がれ始めた頃そう、止まってる。清水さんね、要するにね、僕、橋本さんの議論というのはね、あの俺に触れて見たりして、ちょっと笑ったりしていたんだけども、それはね、もうね、一目瞭然なんですよ、つまり政府の言っていること。 官の言ってているることを鵜呑みにしてるんですよなるほどなうんだからねあの自宅療法ということも言ってるわけですようん、うん、つまり軽症者は自宅にいなきゃいけないと言ってるんですよ、うん、この同じあれでプライムオンラインではあ<ー>、ね、つまりね医系技官政府と全く同じことつまり橋本さんっていうのはそういう人じゃないですか、うんうん、つまり自分の頭で考えるんじゃなくて、うん、ね 政府の言っていることを受け入れするね。一応政府はその官僚がねそういうことを考えてるから、うん、一応理由付けとかいろいろ言うわけですよ。うん、でそれを繰り返してたらい非常に楽ちんなわけですよ。うん、はっきり言えば、うん、ね、まとまったものを出しますから官僚は、うんうん、ね。それでこの橋本さんという人はいつまでもなんか言論人というか知識人というかね、うん、そういう面をしてノのノうのうと喋ってるんですよこの人。 すごいなだから、ね、こういう人をね、もう絶対出しちゃいけないし、うん、許しちゃいけないんですよ。うんうん、ね、あのね、河村名古屋市長がですよ、はい、金メダルをかじってね、ねそして、いや、すみません、すみませんとか言ったじゃないですか <laughs>、ね、橋本さんってそれ以上ですよ。いや、そうだと思うよ。<laughs> 金メダルかじり事件どこの話じゃないですよ、うんうん、この人は。うん 国民かじり事件ですやだかまれたくない何 <laughs> か映りそうやそれは <laughs> <laughs>、ね、いやしかしこれはしかもなんで抗原検査なんてこの人抗原検査の感度知ってるのかねしない全然しないでしょ <laughs> つまりねなんで抗原検査行ったかっていうと、はいえー、神奈川県が抗原検査をまあ採用したんですよね、はい 黒岩知事がそれでその話題になってその文脈でまあずっと言ってるわけだけどもそう、ね、そういう話なんですよねでね要するに菅政権というのは、うん、まさに自宅療養にかじを切ってるわけですよ、うん、ねそしてこの橋本さんも全く同じにかじを切ってるっていうか、まあ、最初からそう切ってるんだけども、うんうん、ね それをね、まあ言ってみればですね、うん、あのかっこつけてね、ね自分はあの客観的に言ってるんだっていうね、うん、そういう格好をつけて、えー、そして、なんていうかな、あの弁護してるんですよ、言ってみりゃ、うんうん。そういうね、なんていうかな、まあいかんともしがたいですね、<laughs> うん、まあどうしようもない人なんだけども。すごいね,ねそう要するにね。 橋本さんとかね、あの橋本さんとか政府の言うように、軽症者をね自宅でね、看護しろなんていうのは、ですね、うん、さっき清水さんとね、話したように、うん、まず家族に必ず移すと、うん、それから、一人暮らしはどうやって生きていけばいいんだと。いやー、そうだよ。ねでだって、実際、東京とかね、あのー、食料とか届けると言ったって、うん 実際、ね、1週間届かなかったっていう事例がね、たくさんあるんですよ。で、それ、死ねっつうことか、そういうことですよ、うん。ね、それじゃなかったら、ねマスクしてゲホゲホしながらですね、コンビニに行って、うん、コンビニの店員が怯えて、やーとですね <laughs> あと都心に住んでる人はね、ウーバーイーツとかあるかもしれないけど、これ、いや、地方に。 なっっちゃったらいや例えばそうだな国立とか八王子とかそういう方向になってったらそんな簡単に配達も来ないだろうしどうするんですよね<れ>いやほにどうするんですかねあーもうん1人ぐらしってのはね<だ>どうしようもないですよねこれ<だ>ねストレスがあの例えば私もねあのーうん、この友達に LINE でねあのー とりあえず朝起きたら連絡くれとで12時までに連絡なかった俺救急車呼ぶよって言ってるんですよでそういうのも心配じゃないですか、うん、すなるほど、うんうん、いや何だろかすごいストレスになっているしる、えー、この本人が心配する私もストレスだし、うんうん、いやこれ国がちゃんとやってたら私がやらなくていいんですよこんなこと、うん、だからねこの菅自民党ね政府、うん それからこの橋本徹さんみたいなね、この衛星なんていうかな、言論人というかね本当にねこれ罪だと思いますよこれよく平気でこんなねこと言えると思いますよ少しはね頭働かないのかなと思いますけどねああそしてねこれをねやっぱりね重要なことなんでやっぱりこれ繰り返してね言いたいんだけどもこの 国立病院機構ね。NHO。それから j コね。うん、この表がありますよね。はい。この内部文書だけで。そう。基本なんですよね。うん、国立病院機構は全国に140病院あって、うん、38,896床あって、うんはい、このうち695人、2%しか受け入れていないんですよね。うん、それから尾身さんの j コね。これも受け入れ患者数が たった2%の345人なんね<何>で<何>これはですねあの本当にけしかな話でというのはね、うん、あの何にもドアのなんていうかな取材していないマスコミはですね、はいまだにですね、うん、あの民間病院がね受け入れていないとかねあの報道しているところありますよもうんね、僕この前ちょっと見ましたけどはい そんなんんななじゃ全然ないんですよ、うん、まずね、民間病院っていうかね、小さい病院は無理なんですよ、うん、コロナ患者はいや、そんな、設備もないしうそう。設備ないし、すぐ院内感染しちゃうんですよ。うん、で、そのやっぱり大きい病院じゃないと無理なんですよね。はいうん で国立病院とかそれから j ェイコの病院ってのはのは、まあ、そんな大きい病院はないけども、はい、やっぱり中型の病院だから受けることができるんですよ。うんね、これ受け入れなきゃいけないんですよ。うん、でこれもねあの紹介しましたけど、うん、法律がそうなっていて、はい、ね例えばあのー、国立病院の場合はね、うんえー、読み上げますと独立行政法人、えー、国立病院機構法ね、えー、第19条。 緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求、ね、厚生労働大臣は災害が発生しもしくはまさに発生しようとしている事態または公衆衛生上重大な危害が生じもしくは生じる恐れがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは機構に対し第13条第1項第1号または第2号の業務のうち必要な業務の実施を求めることができる。はい、え2項機構は 厚生労働大臣から全国の規定による求めがあったときは正当な理由がない限りその求めに応じなければならない国立病院は、ね、厚労大臣の要求に従わなきゃいけないんですよ、うん、つまりコロ,ナに専門コロナ専門に、えーね、転換しろといったら転換しなきゃいけないわけですよ同じ条文はです、ね、まさに全国に32病院ある労災病院、うん これにも同じ,同じ条文があるんですよ。うん、そして尾身さんがやってる JCO、うんね、これ全国に57病院ありますけども、うん、これも同じなんですよ、ねえー。つまりね、できるんですよ、うん、変換そしてこれは、えー、で実際に入今現在入っている一般の患者はですね、それこそ小さい病院でそれぞれに、うん、あの面倒を見ると。ね、そこに 転院しなきゃいけないんですよ、こういう非常事態の場合は、こういう医療再構築をまず基本としてやらなきゃいけないんですよ、うんね、これを一切やらなかった菅さんっていうのは、もう本当にね、けしからんですよ、これ、自宅療養者って、1か月で15倍ぐらいに増えてるんですよ、東京都って。うん で今、2万人ぐらいいるので、1ヶ月前が例えば1300人ぐらいだったとしたら、ですね今、全部 JCOL とか国立病院機構に入れて、でちょもうとにかく完全に隔離する、でオリンピックもやめて、でそして、えー、まあそのロックダウン、緊急事態宣言で、まあロックダウンまでいかなくても、オリンピック中止という事態というだけで、国民は理解しますよ。絶対外出ないで寝てくださいっていうふうに言ったらね。 サーッと減るよでそうやってたら、今みたいな悲惨な状況は起きなかった。なんでこんな,なですね、多ね、多分ね無策を。うん、私の友人だってかからなかったと思うよ、そしたら、うん、だいぶ防げたと思いますよ。うんね、でもう一つ言えばね、あのー、これにプラスしてね、まあ東京で言えばね、うん、あの都立病院があるんで,、うん、で、それもやっぱりね、あのー、転換すべきなんですよ。うんうん、ね こういうね、医療再構築をまずやらなければいけないと。うん、それから、ね、さっき言ったように野戦病院とか、療養施設ね、これをもっと努力して増やさなきゃいけないんですよ。うんまあ、ホテルとかね。そしてそこで、さっき言った、えー、抗体カクテル療法とか、ね、うん、それからもう酸素も吸えますから、うん、そういうねあの、あれを充実しなきゃいけないんですよ。うん、そしてそれをやって、さらに、 ロックダウンもできるるようにすると、うん、そうしたらニュージーランドになれたんですよ、うん、日本はい<や>、ね、もうなんでやらんのかなほにだからそこは安倍さんと菅さんがダメなんですよ、うん、ダメだったんですよ、ねはあ、彼らはねウイルス対策に何の関心もないですから、うん、ね 関心があればっていうかそういう使命感のある政治家であれば、うん、まず自分から研究しますよ当然ながらねっ自分から、うん、ところが自分から研究しないから、うん、周りにいるのは異形技官ばっかりなんですよ、うん、つまりムギ技官そのトップにいる医務技,技官がいつも毎日レクチャーするわけですようん、うん で異形技官というのは、ちっちゃい感染症村の利害しか考えていないんですよ、うん、感染症村というその中のヒエラルキーしか。うん、ね。そうすると、何を考えるかというと、まず、自分たちに今まで通りの予算が来るかどうか、うん、そしてさらに言えば、もっと予算が来ればいいと、うん、そして、ね、予算が来ればポストが増えると、うん、そうすると人事も回ると、よく回る。うん 偉くなれると、ね、金取れると金取、うん、そこしか考えないわけですよ、普通、官僚というのは。うん、そこをねあのー、政治政治の力で、そこをですねあのー、変えないとだめなんですよ。うん、その変えようという気持ち、使命感が、うん、菅さんと安倍さんにはひとかけらもないんですよ。うん、だから、この悲劇を招いてるわけですよ。うんうん これがね、あのー、大きいねあの構造問題なんですよ。いやー、なんかね、うん、その中国とかはきちんとロックダウンをしつつ、うん、そのロ何かあったらロックダウンっていうふうにやって、他の時は普通の生活してるんだよ。そうなんですよニュージーランドもそうよ。他のところで生活してるのよ、ちゃんと。 そうで、ロックダウンがあったときだけ、ちょっと我慢して、あとはずっと大丈夫っていう現状なわけですよ。そう,そうなんですよ、うん、これはね、神昌宏さんをはじめとして、指摘されていましたけど、うん、そういうメリハリのあるね、つまりロックダウン、そしてよあの本当の検査と隔離、うんうん、これをしっかりやるそうするとね、やっぱり経済がね、早く回復するんですよ。うんうん これはスペイン風邪の時もそうだったんだけども、うん、いつまでもだらだらやってるところは、ねあのー、経済は、ね、回復しないんですよ、全然。うん、例えば去年ね、GoTo とかいろいろやりましたよね、うん、そのおかげでやっぱり、ね、回復しないし、うん、そして日本の、ね、やり方つまりその今の緊急事態宣言ですね、うん、これは9月12日まで、ね、延長になりましたけども。うん なりますけどもこれね緊急事態宣言といったってですにこれ有名無実じゃないですか、うん、ね誰も何も変わらないようにやるわけでしょうん、うん、そしたらね何の効果もないんですよ。うん、ねでなんでロックダウンできないかっていうとね日本の政治に対するね信頼がないんですよ、うん、国民の間にそうだな全くないんですよ。ねだから ロックダウン冗談じゃねえやっていうことになるわけですよ。オリンピック、パラリンピックやっといてロックダウンふざけるなという話になるわけですよね。それはそうだよ。そう。うん、だから、ね、安倍さん、菅さんがね、菅さんがね、あの総理やってる間はね、まあ、永遠にあのー、これ、ウイルスは止まらないと思いますね。残念ながらね。そう そして橋本さんのような考え方を、うんえー、なんていうかな、うん、政府が取っている限り、これも永遠に、でこの日本列島はウイルスのつぼうん怖<わ>もう日本民族、滅びちゃうんじゃないかなという,、うん、う思いますねいやー、うん、なんかこう、どん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 ね、その感染に対して、時代遅れになっていっていて、まあでも、 足元さんってツイッターのフォロワー260万人いるわけでしょでそんな人がねあんなこと言ってたらそりゃそうなるわうん本当に。に、ね、<ー>そうですねだから本当にねまあ仕方ないなと思いますねあるいは、うん、なんてゅうかな本当にバカな話だと思いますわそれうんうんそして黒岩知事、ね、やっぱりダメだね <laughs> <も> あのー、このね橋本さんとやり取り見てると、うん、もう信念がないですね信念がね。ううんど自分で医療崩壊引き起こしておいて、うん、なんか橋本さんと「そうですね」とかって言ってるって何、うんうん、な,なんこの人。ねえそういうことなんですよ。えっ、ーうん、それでなんか横浜市長選挙が。 神神奈奈川川県県であるって神奈川県大丈夫かこんなんで。うん、いやーしかしなーそのー検査と隔離いやそんな無理だろうって言うかもしれないけど言う人もいるかもしれないけど検査と隔離で抑え込んで0とか1とかだって中国10億人いるんだよ人口。でロックダウンをしてない最中普通に暮らしてんだよ。 ニュージーランドもそうよ、まあ、ニュージーランド500万人ぐらいしかいないけど、あとオーストラリア2500万人いるけどそう、そうやってやってるよ。でそういうふうにしっかりやったら抑えられるのであれば、あのワクチンは、まあ、しばらく時間かかっていってもいいけども、ワクチンなしで普通に暮らせる。で、うわっ、なんかあったっていうときに、きちんとロックダウンでしっかり措置をするっていうふうに。 やっていくことがねそう、うん、それもこれもね、すべてね、うん、あのー、異官なんですよ、うん、要するに、医系技官が自分たちの利権ね、守りたいがために、うん、あのー、保健所を通して、ですねすべて閉め,閉めてるんですよ、うん、PCR 検査もね占めている、うん、それから入院調整も占めているということで、みんなそこで目詰まりしてるんですよ。うんうん そこをね本当に変えないとだめなんですよね。うん。うん、で、保健所は、宗教の話は保健所を抜くしかないんですよ。うん、ね。抜くしかない。で、なんかワクチンはいまだにね、2回目が打てない、1回目すら打てないっていう人たちだってたくさんいるしね。あの佐藤さんは2回打たれましたよね。うん、打ちました。はい、私も1回打ったんですよ。うん、でも、うしろつき万のレギュラーで、あの東京にいない、例えば、あの、 千葉にいるコンささんんと本間さんまだ予約すら取れないんだってあ,あ,あっという間に埋まっちゃうってあ<ー>、うん、とてもじゃないけど無理っていうふうに言ってる状況ですよこれはねなんか、うんうん、本当にまさに竹槍で戦わされてる気分になってきますね。うん とりあえずその橋本さんみたいなやつが、うん、ね<う>私もたまに見てわはは何か言ってるわと思うけどいやさすがに知事と言うこんなこと言ってさいやこれは、ね、しかもテレビが無に流す、うん、ちょっと感化できんな、うん、そ,そうだからもうね構造的な問題も分かってるわけですから、うん、それをね何度も動画で伝えている通りなんですから。うんうん そこはもうねあの政権交代しかないと思うんですね僕はね。まあねあの政権交代という意味では昨日の動画でも喋りましたけども横浜市長選挙は一つの鍵になりますから、うんあえー、これはやっぱ見ていかないとダメだろうというのと、うん、まあやっぱり選挙でねあのこういうふうな事態なんですよっていうことでしっかりとちゃんと情報も伝えていかなければダメですし、まあ、何より選挙の基本的なね あのお金とねあの政治がどういうふうに絡んでいるのかっていう職業政治家小沢一郎っていうね裏も表も分かりますからぜひ学んでほしいなというふうに思いますしまあ1,700円でねこれは Amazon でも買えるんですけども一つ私が佐藤さんを応援のために200冊ね買って。 で、月ンサ佐藤さんのっていうのもありましてこれは8800円で売ってますのでこの下に書いてありますので是非買ってほしいなというふうに思いますいやー佐藤さん本日もどうもありがとうございました、えー、皆さんもどうもありがとうございますそんなわけでチャンネル登録といいねよろしく今日も特集 見ていただきまして、いつもありがとうございます。えー、職業政治家、小沢一郎佐藤さんの本ですね。こちらすごくおすすめなんで、ぜひ買ってほしいなというふうに思うのと、まあ、佐藤さんの本はですね、ものすごい本を書いてるんですけども、まあ、ネタがすごすぎてですね、えー、出版社や新聞社からも嫌われて絶版になったりする場合があるので、佐藤さんの取材をですね、これからも応援するためにもぜひンパお願いいたします。番組運営や佐藤さんの取材のためにもぜひよろしくお願いいたします。それでは、いつも見ていただきましてありがとうございます。今日も読書。